青山学院幼稚園は東京都渋谷区渋谷にある私立幼稚園。幼稚園から女子短期大学、4年生大学、大学院までを有する青山学院にあって、一貫教育の最も基礎部分にあたる。在園児童は120名ほど、同窓生は約1900名程度である。青山学院はメソジスト派のミッションスクールであり、 幼稚園にもイースター礼拝などのキリスト教の行事がある。幼稚園正門は南青山5丁目の住宅街側にあり、青山通りまでの道をアイビーホールなどが並ぶ。青山学院幼稚園は青山学院教育方針に基づき、豊かな自然の中で色々な人と共に生活することにより、神様の恵みと守りを感じ、祈りと感謝と喜びの生活が実現できる保育を、 目指すものである。青山学院幼稚園の前身は、青山学院の公有である、米山梅吉夫妻によって1937年に設立された青山学院緑岡幼稚園である。所在地は、現在の青山キャンパス校内であったが、青山学院とは別法人であった。しかしながら、緑岡幼稚園は1945年5月、 アメリカ軍による東京大空襲で全焼し、救援状態となった。戦後の1961年、青山学院第11代委員長、大木金次郎の時に、青山学院幼稚園として、修学前教育を再開した。ありがとうございます。